パリオリンピック、五輪、柔道、日日、日本時間4日、混合団体戦、決勝、シャンドマルスアリーナ、パリ、木下純、第一シードの日本が金メダルを逃した。第二シードの開催国フランスに2大会連続で、決勝で敗れた。前回21年は自国に迎え撃った東京五輪で14の完敗を喫した相手。テディ、コール、国家合唱。 大声援の完全アウェイ状態になった敵地で3月3日からの代表戦で、デジタルルーレット抽選により、男子100キロ超級5位の斉藤達る、22イコールジェスグループ、が、同級の金メダリスト、英雄、伝説、怪物テリー・リネール、35、に敗れ、涙した。男子の鈴木啓事監督は、国の威信をかけた団体戦でフランスに2大会連続で敗れたことを、 屈辱と表現取りたかった4戦戦勝方式で勝利を計算していた選手は村を角田一二三武智としたその中で男子6 6キロ級の2連覇王者阿部一二三は1階級上の銀メダリストガバニ死闘の末敗れる誤算があった高市も過去11回戦っている女子6 3キロ級銅メダルのアグベニエヌに敗れた一方 女子78キロ級5位の高山梨香が78キロ超級で体重95キロのリコに勝つ大きな勝利も向こうも誤算はあったと思うしお互い様とした巡り合わせを踏まえ最重量級についてはウルフ案もあって自分もそう思ったんですけど最後は盾を信じさせてくれと起用を決断しましたと指名理由にも言及しかしその斎藤が怪物に二度 ぶん投げられ、いい試合はしてくれた、が、結果的にメダルの色が金ではなく銀となった。イネール確定ガチャ、と話題になったルーレット抽選については、これも運命かなと思います。盛り上がるなと思いました、と取材に答えた。